こんにちは、柴田です。今日はですね、こちらの2台を鳴らし比べてみたいと思います。こちら、デジテックの2101スタジオチューブと。で、こちらが RP360XP。どちらもデジテックの商品です。この2機種なんですが、発売が約20年ほど差があります。こちら90年代ですね。こちら2010年代ですね。この RP360XP は、この2101を受け継いでいる機種になります。なので、2101のモデリングなんかも入ってたりするんですが、その2機種をですね、引き比べたいと思います。僕はですね、どっちも大好きなエフェクターなんですけれども、皆様にも音を聞いていただきたいなというところで、今回動画撮っております。今回使用するのはこちら。イエローハートです。ではまず2101から鳴らします。続いてクリーン行きましょうかね。Thank you.
もう一度歪みいきます。2101から、という感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあどちらもね、どちらも素晴らしいですね。かなり僕の好みの音でございます。でこの RP360XP なんですが、ペダルがついていて、ワウもワーミーも素晴らしいです。かなりクオリティの高い出来なので、全然ライブでもレコーディングでも使えますね。20年の時を経て今こうして鳴らし比べをさせていただいたんですけれども、まあこちらのですね RP360 に関しては今でも手に入りますので、ぜひぜひ皆さん気になった方はチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。